あにょせよトゥーメニュー今回なんですけども、ちょっと前にはなるんだけども、ジンギスカンうどんっていうのをやったと思うんですよ。それの第2弾、これ美味しいんじゃないかなと思って、今回ちょっと実験系でこちら豚味噌ホルモンを焼いたところにうどんを投入っていうところで、今回のタイトルはうどん豚味噌ホルモン、イエーイって感じでね、今回なんですけども、どんな感じになっていくか、美味しいのか美味しくないのか、そこら辺も実際のとこいまいちわからんことに挑戦をしてみたいっていう感じでね、やっていきたいなと思います。じゃあわお、はい、早速やっていきたいなと思います。まずは火をつける油を入れます。まあここら辺は普通通りで、でもね、まあこんな感じでね、入れていきます。適当です。でこれをこうまんべんなくね、まぶしていきます。こんな感じか。で次にこれ入れていきますか、豚味噌ホルモン。まずこっちからね、焼かないとダメだもんね。よいしょ、いけー、焼けろ焼けろ焼けろ。こんな感じでね、お肉全部入ったところで一旦終了。あとはね、箸使って焼いていければなと思うんだけども、ちょっとこの新しいキッチンになってからいまいちね、用途がわからんよ。こんな感じ。やばい、思ったよりもつゆがない、やばい。はいはいはい、結構ね、焼き目の方が出てきたので、そろそろね、うどん投入しようかなとも思うんですよ。ちょっと早いかもしれんけど、入れてこうかなと思うんやけどさ、これまるでつゆがなくてね、今どうしようかちょっと悩んでたんだよね。とりあえず入れてみよう、どんな風になるかだけ一回ちょっと試しに入れてみます。の購入。マジでつゆがない、思った以上につゆがない。まずちょっと麺ほぐそう。あーでもつゆがないからほぐれづらいな。いや思った以上につゆないね。ちょっと作戦変更します。これをちょっと一回水入れます。こっちの方で水をちょっと入れます。怖いなー、シュワーってなるだろ。これをちょっと水入れてって、こんな感じ。ちょっとだけ水を入れた状態で沸騰させます。はい、で、ここからね、なんかあるかな、何入れようかな。ここからの采配が結構大事よ。とりあえず一旦これ入れます。塩入れます。とつまみぐらいパパパパって入れます。そして味噌入れるか、あ、これ入れるか。よし、じゃあまずちょっと煮干しから入れてきます。これでちょっと風味が良くなると思うんだよね。よし、まあこんな感じで小さじ2杯分ぐらい入れて、からのお味噌これぐらい入れようかなと思います。スプーン1さじ分ぐらい、大きい方の1さじだね。これを入れていこうかなと思います。で、これが素直に落ちてくれないのね、はいはいっていう感じで、これを味噌をガーッと入れてくる、箸で。これでちょっと味噌汁風になるはず、味噌汁風うどんになるはず。意外とこれも合ってんじゃないかなと思うんだよね。でこれをまんべんなく溶かしたり、ホルモンとかもね、結構火通さないと危ないと思うから、ちょっとね、火通しながらこうグツグツグツ焼いていく感じでいきましょう。どうでしょうか、うまそう、完成です。どうすかどうすかどうすか。じゃあね、この完成したのを早速ね、食べていきたいなと思います。結構うまそうじゃない。今回なんですけども、まあ味噌汁風豚味噌ホルモンうどん、よくわかんないタイトル、味噌汁風豚味噌うどんっていうやつになりました。なりました。ってな感じで早速食べていこうかなと思います。いただきます。結構ね、うまそうだよ、ほら、結構マジでうまそう。
じゃあまずうどんからね、伸びないうちにね食べていこうかなと思います。うん、ま、超うま。手で食べてるラーメンがつゆみたいなやつと本当にうどんが絡まっていて普通に美味しいです。これえマジでこんなうまいの。あと塩入れたのが結構正解。麺が締まっててうまい。うん、めちゃくちゃいい。これうんま。あ、これやばいわ。これすごいものを開発した。これはやばい。マジで普通にうますぎてびっくりした。自分の才能を疑う。マジこれやば。じゃあ次ホルモンいきたいなと思います。うーうまいよ。やっぱりね、市販のね、やっぱお肉だからね、うまいよ。とりあえずうまいよな、外すわけないよな。めっちゃうまいホルモン。やばい、箸が止まんないわこれ。マジホルモン食べても美味しいし、うどん食べても美味しいし、何食べても美味しいし、うまっ。これはね、大成功と言っていいよ。うまっ。はい、という感じでね、今回なんだけども、ね、新しい料理を開発したようなね、動画でした。結構美味しいのでね、もしね、気になる方は市販のお肉とうどんさえあればできると思うので、買ってやってみてはどうでしょうか。という感じでね、今回なんですけども、結構普通に美味しいので、この後もね、美味しくこれはいただくとして終わりたいなと思います。ありがとうございました。